また最初から巻き直しになるだろう。ああ、わりわり。革命軍のニュース出てねえか。そうね。その革命軍の総司令官こそが麦わらのルフィの父、モンキー D ドラゴン。革命軍に関する記事は特に何も載ってないみたいよ。ドラゴンさん。ああ、総本部をここに移して正解だったな。参謀総長は？え、こんな大事な時にあの人どこ行ったの？安心しなさい。ねえ、何読んでるの？見せてよ。懸賞金こんなに上がってる。ルフィ、さすがバナータの血筋。それにサンジボーイはジェルマダブルシックスの王子だったのって。麦わらボーイにサンジボーイ、バター氏が見込んだ通り麦わらの一味、楽しみ。ルフィ君の新聞見てニヤニヤし続けたら顔がつったんですよね。バカなの。サボ、時間が惜しい。一度集まってくれ。